いたしました。ただいまより DSJ ゼロ九セッションを開始させていただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、皆様おはようございます、えー。デジタルサイネージコンソーシアム、えー、マーケティングラボ会幹事の築世と申します。よろしくお願いします。えー、今日はですね、えー、まあ朝早くからすみません。あの雨の中ありがとうございます。デジタルサイネージにおけるですね、モバイル連携のあり方。あ、来ました。ちょっと <laughs>。 さんお願いします <laughs> あのモバイル連携のあり方で,ですね、あの最近、あのデジタルサイネージだけじゃなくてというか、あのデジタルサイネージ、えー、とともに、ですね、えー、とモバイルのいろいろなアプリケーションであるとか、ウェブサービスだとか、えーまあ、特に SNS 中心としてです、ね、でいろいろなサービスがあの出てますが、えー、デジタルサイネージはですねと、いろんなアプリは、同じようにインターネットワークでですね接続されてますので、 えとい,い,まあ良い感じですね連携してさらにですねもっといいデータサイネージからもっといいアプリになるっていう可能性があるんじゃないかということを実はあの我々、ラボ部会ではですね話しておりましてまあそれについてちょっとディスカッションをさせていただきたいと思いますでまず最初にですね私のほうからあのまああの月曜日の朝もあのこれに参加していただいた方はちょっとあのもう一回お話聞くことになるんですがすみません。 マーケティングラボ会のちょっと紹介だけさせてください。マーケティングラボ会はえっ、ー、とまあサイネージコンソーシアムでですね、えー、多分二番目に新しくできた会で、えっ、ー、とここに書いてますですね。いろんな実例をですね、まあマーケティング視点からですね、まあ成功要件とかまあ失敗のいろいろなまあキーポイントとかですね、いろいろなものをまあ調査分析してですね、えー、まあそれを資料化してできればえっと皆様にまあお伝えをして。 デジタルサイネージのですねビジネスのあるべき姿、ここにデジタルサイネージとあざと書かなかったんですけど、デジタルビジネスのあるべき姿ですね、最近はそう言ってるんですけども、内外にそれをフィードバックをしていきたいと考えております、メンバーはあの今日えっと3人代表してきるんですけども、ほかにあの江口さんであるとかですね、あとそれからこの水引き総研中村さんであるとか、新しくあのワウワウの池田様も入っていただきまして、幹事は吉田さんとえ私、筑瀬がやらさせていただいております、は。い で今日の話はですね先ほども申しましたようにですねサイネージとモバイルがですね、まあ、連携したらですねなんかもっといろんなあの効果的なブランディングだとかですねプロモーションだとかですねいろんなことができるんだろうかとあとまあ多言語化にもですね実はあのサイネージとモバイル連携すると非常にいいなんかこうとことがサービスができるんじゃないかっていう話もありですねただ、つなぐだけではですね実はまあ実際問題はなかなかうまくいかないんじゃないかとか。 今までもなんかうまくいったりいかなかったりしたことがいろいろあるんじゃないかとかですねそういう話をですね、えーまあ、ディスカッションめいた形でまずは、まああのー、説明とディスカッションを混ぜた形でちょっとやらさせていただいておりますで一番最初にちょっとお話をちょっとさせていただきたいのはこのサイネージとモバイルの連携ですね、まあ、通常サイネージであれば、まああのーまあ、山尾さんところのですねいろんな、あのー、トレインチャンネルを中心とした、まあ、モバイルじゃなくてですね、まあ、広告のですね え向けのサイネージがですねまあ中心となっているような感じもするんですがえとまあ一方であのインストアサイネージというのもですねえとデジタルサイネージの有用な使い道でありますのでもしかしたらこのモバイルっていうのはまあ広告よりもインストアの方がちょっと向いてるんじゃないかとか。 いや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 、そんなことないと、広告にもいろいろな、まあ効果があるよみたいな話もあると思うので、まあ、その辺のところですね、ちょっと。菊井さんに、あの、ちょっと、分析としてまとめていただきましたので、まずそこの話からちょっとさせていただければと思います。じゃ、あ菊井さん、よろしくお願いします。あ、いやいや。 あ、東京エージェンシーの菊井と申します。よろしくお願いいたします。あの東急グループの広告会社で、東急グループを使ったソリューションの開発をしているものです。であのまず最初にあの先ほどチクセさんからお話がありましたように、デジタルサイネージとモバイルを連携させる場合にどういうやり方が今一番成功に近いのかというお話を一つの視点からお話をさせていただこうと思います。あの元々そのデジタルサイネージがどういう場所にあるのかというお話に関して。 一昨日このマーケティングラボ部会でここでちょうどセッションやりましたけれどもそこでもお話をしましたが一般的にあるのはよく駅を中心とした鉄道事業者が主に作っています広告に使うような広告メディアとしてのサイネージそれから特に大規模な流通の店舗の店頭とか店内にあるようないわゆるインストアサイネージ あとは地方自治体が作るようなものとかもありますけどちょっとその地方自治体の話は一旦置いておいてその、えー、っと広告で使うサイネージとそれからインストアサイネージこれ,これらの中でどういうふうな連携の仕方が一番うまくいくのかという話をさせていただきます。 あの広告サイネージというのは当然、一般のお客様から広告を頂戴してそこに流してそれを事業収益にするモデルですいわゆるメディア事業ということになります一方でそのインストアサイネージというのは自分たちの施設の中に自分たちの設備投資としてサイネージを置いて自分たちの告知を行っていくものです あの広告マーケティングではオウンドメディアという言い方をしてこれの活用がいろいろと進んでいたりとかもしますけれどもあくまでもこれは事業収益のためのものではなくて自社の事業のために行うようなものということになりますがちょうどこの2つを一番上に書かせていただきました。 さらにその上に一行書いてましてちょっと結論じみたものになるんですが今現状でのスマートフォン連携の部分だけで考えますと、えー、広告サイネージとモバイルの連携というのはまだまだ発展途上で今現状ではかなりいろいろなハードルがあるんじゃないかというのが私の今見ているところですその理由がどうしてなのかというお話がその下の部分のチャートの方になりますけれどもそれぞれのサイネージにコンテンツを発信する人たちがいます。どういうい人たちなのか ののかとというと広告サイネージの場合は当然クライアントさんですよねあのクライアントさんは私たちがナショナルクライアントというふうにお呼びするような一般に広告をたくさん打たれるクライアントさん、えー、流通です、えー、メーカーさんですとか、えー、それからサービスサンさんですとか、えー、そういうところのクライアントさんがいてあとそれとあの特に交通広告に関しては、えー、小規模なリテールさんが昔から看板を出されるような需要がありますこれがその横の横ローーカルルリテールです。 あのまずここからのお話ですけれども、ナショナルクライアントさんが広告メディアを打つときに、何のためにやるのかというお話ですが、1つあるのはブランディング、認知ですとか、好意情勢、私たちエンゲージメントみたいなことを言ったりしますけれども、これが1つとても大きな目的です。一方で、反則プロモーション、それを見てそのままものを買ってもらうための仕組み、SP だったりとか、プロモーションだったりという言い方をしますけれども、それがもう1つ目的としてあります。 ローカルリテールの場合はこれはそのプロモーションと限りなく近いんですが店舗誘導そのままお店に来ていただくためのものというものが目的になりますところがこれらの目的を達成するためにモバイルを連携したら何ができるのかというお話なんですがまずその認知とか行為情勢の場合に一番モバイルが効くのはこれは例えばアプリを使ったりとかしてここでやり取りをしてもらうどん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 その広告に深く関与してもらって ここを好きになってもらううといやりり方が1つありますもしくはテレビ CM ですとかいろんなもので接しているコマーシャルにさらにここで追認で情報をもらってそれが深い情報が得られたりとか何度も情報が得られたりとかっていうのがこれが一つの活用方法です。 一方でその反則プロモーションの部分に関していうとこれは実際にこの今、イベントをやっていたりとかお得なセールをやっていたりとかそういう,ふうなものなのでこれも同様に追加のアテンションだったりとか何らかの反則ギミックやはりクーポンのようなものだったりとかしますけれどもそういう,ふうなものを使ったりということになります。 一方でこのローカルリテールの場合はものすごくシンプルでお店がここにあるんで来てねっていう告知になりますけれども通常来てねだけだと弱いので今来るとこんなにいいことがあるよセールをやってるよもしくはあのクーポンがもらえるよみたいなのがモバイルの活用の方法としては一番考えられます。 ところが、この広告サイネージの部分のお話に関して言いますと、ブランディングですとか、反則プロモーションで、ナショナルクライアントさんが得られる場合には、この利用者のインセンティブと利用手法というのがまだ確立をしておりません、何かというと、このブランディングのためのアクションですとか、プロモーションのためのアクションというのが、一般のデジタルサイネージを見たお客様に、どうやれば一番スムーズにいくのかという手法が確立をしていないということです。 えー、さらに、えー、具体的な手法のお話をしてしまいますと、連携というのはどうしてもアプリ的なものの介在が必要になってきます。このアプリというもので、必ずみんなのところに入っているアプリというののデファクトというのはとても少ないわけですね。なので、えー、このアプリがないがゆえに、まずアプリをダウンロードしなければいけない、どこかに会員登録をしなければいけない、そうしないと連携ができない、ところが広告というのは、一発一発、単発で打っていくものなので、そのためにアプリをダウンロードしない。 こういういのがとてても大ききななネックになってきますこれがあの一番下の課題に書いてある利用者インセンティブと利用手法が確立していないということです一方でじゃあローカルリテールはどうなのかというお話ですけれどもローカルリテールさんいいろいろなすでに 看板をたくさん出されたりしますがやはりここに関して言うと広告の市場性が低いんですねあのローカルのリテールさんの1年間に使える反則費用はやはり限られていますその限られている反則費用を広告事業という事業収益の中で取り込んでいけるのかというと今まだそんなにクライアントさんとしてお金を出していただけないという現実があってそういう意味で広告市場性がそんなに高くないということです じゃあ一方でインストアサイネージはどうなのかというお話で右側のブロックの話になりますけれどもインストアサイネージの場合の活用の方法はその大規模流通さんの中に入っているテナントさんの告知をする場合が1つ。もしくはそのえーと 流通自体がいわゆる館って言ったりしますけれどもそこが告知をする場合というのがありますこの下の構造は実は限りなく同じでテナントさんにしてもその館そのものにしてもお店に来てほしいそのまま館内をぐるぐる回ってほしいというのが目的でそうしてもらうためには店頭の前を通った人にその店頭の中に入ってもらうためのアクション もしくは、えー、お店の中に入った人にその中で長い時間滞在をしてもらうためのアクション、えー、これをモバイルを連携してうまくやっていければなというのが、えー、目的になりますそのためのモバイルの連携はモバイルでクーポンが手に入るとかもしくは、えー、たった今、えー、5分後にこれからセールを始めるよという告知をしたりとかもしくは春の新作が入りましたりっという商品紹介をしたりとかこういうものの告知をしていくということになります あの先ほど広告サイネージのところでとても大きな課題だというふうに申し上げましたアプリのダウンロードしてくれないよねみたいな課題なんですがこれを一発ものではなくて CRM CR のシステムに載せてしまえばそこの館ですとか テナントさんのファンがアプリをダウンロードしてそのアプリを必ずスマートフォンの中に入れておいてもらえるような仕組みまで作ってしまえばこれは継続的にここで集客ができていくという継続的な集客ツールになり得るのでこれが今1つ可能性があります。 これはあくまでも今、現状のお話なので、実際、私たちの広告のフィールドでは、このえーと広告のブランディングの領域をどうにか頑張って、どん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 ん開発をしていってて、なので、これ、広がっていくと思いますが、少なくとも現状での成功事例は、圧倒的にインストアサイネージで反則のために使っているケースの方が多いというふうなお話です。 じゃあその広告ブランディングの方での成功事例は全くないのかというお話の1つだけ成功事例のご紹介をさせていただきたいと思いますあのこれものすごく手前味噌なんですが私どもの方でやらせていただいた渋谷に9フロントという大きなビルがハ校の真向かいにあります。 この正面の LED を全面的にリニューアルするタイミングが一昨年にあってそれの告知とそれさらにそれと広告の可能性の皆さんへのお披露目ということでここにデジタルの花火を上げましたあの一般の人がそのキューフロントの前に行って自分のスマートフォンでフリックをするとそのスマートフォンから画面にデジタルの花火が上がっていくというものです あの実際にやってみるとです、ね、参加していただいた方がとても楽しそうでした、えー、これ、広告としてはとても意味のあることなんですね参加して楽しいという目的を達成されるという意味で、えー、企画としては有効だったのではないかと思いますちなみにのお話ですけど、えー、外人さんに大受けでインバウンドメディアとしての効能もあったというふうな二次作用もありました。 あの実際こういうふうなものがありましてこれはあの昨年のデジタルサイネージ、えー、とコンソーシアムの、えー、とデジタルサイネージアワードのグランプリを頂戴したという,ふうな結果にもなっております、えー、私、まずはここまでで、はい、ありがとうございます、どうこれやっぱりあの私もこういうのがあったら参加したかった時は私、知らなかったんですけども残念ですね、参加できなくてありがとうございます。でえっとまあ、ここでですね、えー、実はあの あの、今日、まあ、せっかく、あの、お二人の、あの、お三人いただいていますんで、あの、参加していただいます、ね。まあ、吉田さんからもですね、実は、あの、まあ、プロモーションの方法の。まあ、あの、歴史と言いますかですね。今までトライ、いろんなことをされてた、きたと思うんですよ。山本さん、えー、吉田さん、菊井さん、ここで吉田さんからですね。 これまでの,そのいろんなあの連携とかモバイルのです、ね、ウェブレンドとかです、ね、その辺の歴史から方法論をです、ね、ちょっと解き明かしていただきたいと思いますのでよろししくお願いいたます、はいえーまあ、スマホが今、全盛になろうとしている時代以前からです、ねあのーまあ、電話、いわゆる、えー、携帯電話 これをとの連携っていうのはもともと OH 広告ではあったという話なんですけどもえーまあ最初、ポスター紙のポスターですけどもフリーダイヤルを表示しましたでインターネットができたら URL ですねホームページを作ろうということになってホームページの URL を出すようになりましたでさらに Yahoo さんとか Google さんみたいに検索うううというシステムができるようになった時には検索窓というのをこれをポスターに表示するのが流行しました。 でその後ですね、さあ、その次、なんでしょう、皆さん、<laughs> 覚えてますかね、えー、カメラ付きの携帯電話っていうのができました、そうするとですね、ここで QR コードっていうのをポスターに出して、それと連動を図ろうという動きができた、これだってだんだんデジタルっぽくなってきますよね、でさらに、ドコモさんがお財布携帯というのを出した。 お財布形態っていうのはあフェリカのお機能を搭載したものでございますのでフェリカのリーダーライターというものをお、まあ、ここで言うと駅のポスターとかですね電車の中吊り広告中吊りの役かじゃないな釣、えー、り革広告釣り革しかダメなんですけどねあのまだいまだに車内ではね、えーえー、あの電車の中であのカ,メラカメラを操作するのは あの迷惑行為と取られるんでダメなんですけどもえまあそんなようなものでえフェリカその後の NFC というのが出ましてこんなものを出したりまあこういった動きがある中ですねでさらにソーシャルメディアというのができた中でえーどうしたかというと皆さん一番注目してほしいのはカメラ機能のえ情報拡散の手段として使う例が圧倒的に多いということですねまあモバイルとの連携を カメラを使って SDS にアップするというところまで言うにはあのー、ラボ部会の中でも異論はあったんですけども私だけがこれは連携ですというふうに、えー、言っとるんですけどねその後、まあと今お話吉田、えー、の方からあったスマホアプリの配布を使ったやり方っていうのがプロモーションの中では非常に、えー、多く試されるようになってきたんですね。 でさらに、えー、短距離無線通信の活用、まあ、iBCON、ね、いわゆる BCON の活用というのが最近出だしてきているということ、でさらにあのスマホが電車の中であのたくさん使われてますけど、検索窓っていうのが改めて見直したり、まあ、そういったような歴史的な流れがあるんじゃないかなと思うんですね。はい でえー、じゃあ、あ最近の連携事例の中でいくつかあ菊池さんの方からは渋谷のデジタルハミ大会というのが、まあ、圧倒的な成功事例ということであるんですけどもそれはもう街を挙げての、えー、展開ではあったんですが広告の現場でいうと、まあ、短期的なキャンペーンとかプロモーションで、えー、スマホを使って応募させるとかスマホを使って楽しんでいただくとかいったことはあスマホを使って情報拡散を狙うといった要素が あ非常に多いんですね成功事例と言えるかどうか、まあ、要するに継続的な成功事例ではないかもしれませんが、単発でのおスマホを使って、えー、ウェブサイトとの連携を図るようなものっていうのは非常に多いという、その中の例を例えば今、街中でこれですよね。あのー 左がフジテレビさんの番組宣伝のプロモーションで、えー、特殊なサイネージ、10、ま、日、あ、型液晶というのを使って中に、えー、もう某有名なタレントさんたちが出てるんですけどもこうあの普通こう、この人たちを後ろから撮る人ってなかなかいないと思います私はそういうのしょっちゅう撮るんですけども女性たちがほぼ全員が撮影してるっていう殺到してるっていう状況これが今あの、駅のプロモーションあのイベント現場で行われていることなんですね。 で右側の方は劇場版サイコパスの体験型プロモーションをやってるんですが、えーまあ、サイコパス、皆さんご存知ですかねあの今回もアワードでも賞を取られてますけども、えー、犯罪係数というのを、まあ、あのここでリアルに体験させちゃうというもので。 えー、この人は53しか出ないんですけども、あのー、100以上になったら、えー主人公まあ、アニメの主人公がによって抹殺されるというそういういものを画像が出てくるんですねその画像が出たくてしょうがなくてみんなここにずっと立ち止まってたたという状況だったんですけどもそのものを、えー、動画でもうこれは一連は動画じゃないゃ撮れないわけなんですよ動画で撮って自分が200以上いったよっていうのを自慢するんですよね。ね ええまあ、そういうふうな現場のたくさん出てて、ええ、ずっといるんですけどもスマホずっと動画入れっぱなしみたいなああそういった風景がああつい、まあ、この間ですけども見られたような、ええ、今年の初めですけども見られるような状況で情報拡散の手段として写真、ええ、動画 動画投稿サイトありますよね。写真も投稿サイトございます。写真だけの投稿サイトも最近はできて、特化したものもできてますので、そういうものを、音の連携っていうのが非常にやりやすくなってるっていう状況っていうのがある。それを狙ったプロモーションっていうのがあるんですね。で、次がですね、えー、短距離の無線通信の、これは Bluetooth タグですね、えー。ビーコンでございますけども。 あえて iBeacon とは言わないということで、Bluetooth タグでございますけれども、えー、これを JR 東海さんの名古屋駅のサイネージに仕組みまして、えー、まあ近寄ったらですね、まあ、あのキリンビルさんの一番搾りがサンクスに行ってもらえるという、こういうプロモーションです。えー、ご覧のように一番絞りプレゼント で主風といいうアプリをダウンロードしなきゃいけません、えー、そしてキャンペーンサイトをリンクしてクーポンコードを入手してサークルクレサンクスのクーポン発券機に、えー、かけて、えー、引き換え券をもらってレシートが出てそれを持っていくと、えー、値引き、えー、全額値引きということで、えー、自分が払うお金は0円というような。 結構めんどくさいでしょ <laughs> めん,どくさいんでやったことない人はあんなのやんねえよなみたいなのはマーケティングラボ部会でも、えー、やんないよねって言われてたところがなんと1,500人がやるっていうね今時代変わってきてんじゃないかなっていうあのー、思うわけですよね。このビール350ミリ1缶もらうのにこれだけの手間暇かけてみんなサンクスに行ったということなんですよ。 で、これはこんな例ってなかなかなくて <laughs> えまあサイネージとの連携といえばあのサイネージが告知媒体でしかないんですけどあとはそこの中にビーコンを忍ばせるっていう意図しかないんですけども、でも1500人やったんだよねっていうこれ1週間です、たった1週間ですよ。 で後半になればなるほどどんどん増えていったんでもっと期間を延長すればあさらにもっと多くの人たちがビールをもらいに行ったんじゃないかなということで,でサ,ンク,サークル系サンクスにしてみればついで買いを促すことができたので店舗に、えー、人々を誘導させるということがすごく効果あったよねみたいなあ部分があると思うんですね、まあ、お火を出してないけどみたいなねあの <laughs>、まあ、いろいろ裏はあるんですけども、えー、いうこ,とですでこちらはですね、えー、ガイドビジョンもお、まあ、そういう プロモーションで使ったことがあるケースなんですねここではですね、音声ビーコンです。音声ビーコン。今、山手線内で出している音声ビーコンと同じものを街頭ビジョンの音にな、えー、ってやる。その時は、えー、カカオトークさんのスタックというアプリですね。えー、LINE の、えー、カカオトーク版みたいなとこですね。えー、こちらを、すで、まあ、にもう、あのー、 アプリをダウンロードした人が何人か、まあ、何パーセントかいると思うんですよね。でそれをそのまま使って、えー、やると、マウントレーニアコーヒーのクーポン、無料クーポンが飛んでくるんですね。プッシュ型でポンとくるわけです。でそれをマウントレーニアホールで、えー、持っていくと引き換えができるという仕組みのプロモーションをやりました。でこの時はですね、どうだったんでしょうねというと,いうと,言うと。 あの数についてはノーコメントでちょっと非公開、えー、という非公開ってことはんね先ほどは公開しました <laughs> 1500人も来ましたからこ,こ,こちらはた,ただね、あのー、やっぱり課題としては 告知がなかななかか伝わらないんですよ、ね、10分に1分程度あ1回程度のぐらいの告知だとなかなか気がつく人はよっぽど情報感度の高い人で事前にウェブ上でこういうものを見たウェブ以外の告知も含めてやるっていうこう,こういうものの行動様式を促すには告知が課題かなというところが分かったところですけどもただこれはこのことを取り組みを森永乳業さんがやるってことに対してウェブメディアが何社も取り上げ、えー それから宣伝会議で3ページカラー3ページにも取り上げれてもう宣伝若手の宣伝担,あの担当が社内評価されると、あのー、いうような状況で何が一番うれしかった宣伝会議に3ページ書かれたことがうれしかったですねっていうふうに言うぐらいですね、あのー、やった人のモチベーションアップにものすごい新しい試みをする若手の20代の社員の,あの意見をですねこれ実際に採用した上司もすごいんですけども、えー、そういった効果がある。 というまあ KPI をどこに置くかっていうところではありますけれどもあの実際にはそんなことで、えー、新しいことにチャレンジすきる企業だってことが PR できたという、えー、ようなことが言えるんじゃないかなと思いますね。で、えー、もう一つ今年の,、えー、の流れの中ではイベント会場で えー、みんなで一体化して何かやるのにスマホというかもうスマホみんなが持ってることを前提でこういう皆さんじゃあアプリこういうじゃあ今からアプリダウンロードしてねっつって,ってで、えー、みんなでこれは、えー、シェイクシェイクシェイクスタンプっていうっていうことで、えーまあ、自分のスタンプがこのシェイクするとですね、えー、あそこの画面じ巨大なサイネージねステージ上の巨大サイネージに行くというあような流れスマホか自分のスマホから、えー、まあ 街頭ステージ上のスタッフに入れて「えー、よーよーよー」ってやれ,るやれるようなもののプロモーションでもうみんなが面白がって要するにコンサートをなりライブを盛り上げる道具としてスマホを使う率がどんどん多くなってますね。うんえー、これを考える人たちがどんどん増えてくるんじゃないかなということで、えー、こういうイベントでのスマホ連携っていうのはもう当たり前になってくるんじゃないかな。で あのターゲットはも,うもちろん若年生ですね若年層の人に対してはこれ何の抵抗もなくやるような例がどんどん増えてるっていうことを気がつかなきゃいけないと思うんですね。うんえー、やらないよねっていうのはそれあなた情報感度鈍いんじゃないのみたいな <laughs> あのぐらいになるんじゃないかなということなんですけど皆さんはどうお考えですかね <laughs> というところでまあそれがディスカッション元のも、えーまあ、とめますと えー、サイネージカプロモーションの、まあ、いわゆる起点となるさあのものだったり、えー、渋谷のデジタル花火大会のように。 最後の終点といいましょうかねえ自分のスマホからそこにやって完結するというようなまあ両方なり得るものではないかなでここにあの3メディア理論ってあのあの広告業界ではまあ有名特にウェブ業界では有名な,なんですけどもお金払ってやるペイドメディアっていうのが OH メディアそれからあオンドメディアっていうのは自社のサイトだったりウェブサイトだったりするのを言うんですけどもですから OH メディアから自社サイトに誘導するのにスマホを使うそれからアンドメディア というのはいわゆるソーシャルメディアだったりウェブのニュースだったりするんですけどもスマホを通してソーシャルメディアに一般の人たちがアップする場合によってはイベントやることがウェブニュースに載るというこういう流れによって情報が拡散していくんですねでオンドメディアにあったことアンドメディアになったことを逆にサイネージにフィードバックしてやると今,今あ,のあちこちでやれてるいウェブ連携みたいなものっていうのはこの流れの一つになるんじゃないかと思いますけども広告のプロモーション流れの中でははっきりこう3つ の3メディアの中で、えー、情報の流通というのがですね、えー、流れる仕組みを考えてやることが大事だというのが今のトレンドになっていると思いますど。どうですかね、皆さんね。<laughs> えー、どう,う,う、はい、以上です。ありがとうございます。非常にあの厳築のこうあるこうすごく含みの深い話でありがとうございます。 でこれからちょっとです、ね、あの山本さんに少しあのなんだろういいこと悪いこと論と、成功するための考察みたいなのをちょっと話してもらった上で、まで、あ、時間があれば、ですねちょっと最近あの、えー、流行りだしてきてるというか、流行ってると思っているのは私だけなのかもしれませんけれども、今日あのい,ないらっしゃる中で江口さんが、まあ、特にはちょっとビット立ってるんですけども、ちょっと荒れよについてちょっと話をさせてもらいたいと思います。まずちょっと山本さんに、モバイルの,の,、まああのまあ、成功みたいな、その秘訣みたいなことをちょっと話させていただいたんですね。 はい、えー、JR 東日本企画の山本と申します。あの元々、まあ、私は交通広告が仕事なんですけど、交通広告とモバイルの連携については、あのまああの何ですか、えー、全国鉄道広告協会というところでも、もう足掛け3年越しで議論をしてきました。でコンソーシアムでも議論をしてきました。で、あの分かったことがいくつかあって。 あのやはりですね大前提はですねえとスマホ以前とスマホ以降では全くフェーズが変わってしまっているということだと思います。例えば、検索というものがガラケーでは難しかったから QR コードですとか検索窓がありましたけども今、スマホでは極めて簡単に検索ができますのでえ気になるえ単語があればえそれはすぐ検索してでそれをすぐえーソーシャルメディアで拡散すると。 でそういったことになっていますのであのよく電車の中に乗っていてみんな広告見ないでスマホばっかり見てるよねとおっしゃる方多いんですけれどもで実はあの交通広告その場でしか見れないメディアだったんですけど今はソーシャルメディアを通して沖縄の人もアメリカの人も実はある山の線の中ずりを見れたりする時代なのであの必ずしもスマホというものがあの従来の交通広告と対立するものではないむしろ、えー、価値を上げているのかなというふうふに思っています。 でえーまあ、あのいずれにしてもです、ね、あのいろいろ、えー、モバイルは当然、えー、スマホ便利なんですけれどもやはり具体的に連携させるにはあのあれです、えー、アプリを立ち上げたりあるいは w i f i とかビーコンを立ち上げたりそのようなあのアクションが必要でこれがとても大きなハードルですもっと言いますとアプリをまずダウンロードするところから始めなきゃいけないと。 でえー、そういう意味ではです、ね、実は私が申し上げたいことは1点だけでしてあのどうすれば利用者に使ってもらえるかというのはです、ね、あのこれ単純なあの構造なんです、えー、いわゆるそのアクションを起こすことによって利用者がその、まあ、感じるメリット欲しいメリットとそれ,それに対する手間がです、ね、バランスが取れているか否かにも実は尽きると思っていますで、えー、簡単なチャートをまとめてみました まあこれ実は簡単なんですけどねこれに気が付くのに実は随分時間がかかったんですけどもあの右側、横軸がですねアプリのダウンロードやアクションのハードル要は面倒くさいことをやってくれる率縦軸がそれによって得られるメリットですで要するにメリットが大きいほど面倒くさいこともやってくれるけれども大したメリットが感じあのアピールできなければこれはなかなかアプリのダウンロードや w i f i の温度なんだかんだに結,ばない結びつかないと。 でえー、今、実際にモバイル連携で行われていることのほとんどは、えー、この、えー、右下のゾーンといいますかねあの非常に難しいことを、えーまあ、小さなメリットでやらせようとしている例が多いのかなとなので実はモバイル連携を立て付けで考えるときにあのこの、えー、バランス、えー、いわゆるこ 消費者にお客様にアクションを起こしていただくときのバランスが釣り合っているかどうかということをやはりあの事業者側はチェックする必要があるのかなという,ふうに思っていますでもう1つは、ですねアプリあのやはり今のところまあ特殊なものを除いてはアプリというものがやはり必須なんですけれどもこのアプリがそのキャンペーンごとに違うあるいは事業者ごとに違うこれがやはりなかなか拡大を妨げているのかなと。 なのでデファクトスタンダードになるような共通のプラットフォームアプリがあってでそれをとりあえず落としておけばあそこでもここでも使える電車乗ってもインストアでも使えるみたいなそういう環境になることが必要かなとまあ下の方に書いてございますけれども10人中6人が使うアプリみたいなプラットフォームがまずあってでそれに対してモバイル連携を仕掛けていくというそういう立て付けが必要かなという,ふうに思っていますすちょっっと時間が短かったででけど以上です。 ありがとうございます。どうも巻いていただきました非常に助かります。えっ、ー、とでまああのディスカッション。あとあのこれ 8, 8分ぐらいしかないんですけども。もまあ、ディスカッションの前ですね。一応、あのディスカッションの題材としてですね。こういうものをちょっとあのお見せしたいと思いますが、まあ、ご存知方はご存知だと思うんですけども音声大丈夫ですか？よいしょあ。ごめんなさい。失敗しました。 これあのソーシャルハブというものですがご存知の方はご存知だと思うんですけどが、えっと、いろいろなあのソーシャルがです、ね、このソーシャルハブにつながってそれをあの自分の好きなデバイスにです、ね、どんどん,どん,どん、まあ、放り込んで、えー、と表示ができるというような、まあ、そういう,ふうなサービスクラウドサービスがです、ねえー、と最近あの、まあ、アメリカ中心に出ております。 結構、イベントにも使われていたりナスダックが採用していたりあと、それから事務所のキャンペーンだったりですねインストアとか、まあ、いろいろなです、ね、自分の必要なあの、まあえー、適したです、ね、コンテンツをです、ねえーとまあ、入れたりフィルターでしたりです、ね、いろんなことが、まあ、実は基本的な機能最年少者の基本的な機能がすでに揃っているんですね、よく見ると。 でおまけにあのマルチデバイスの対応でえこれがですね結構、ちょっと今日いらっしゃらない江口さんにちょ,っとあのちょっと引っかかりましてビビッとなってですねお前ら、これ一体どう思うってこれって実はちょっとやばくないですかとこのままでいくとあのサイネージ、これに変わってしまうんじゃないのみたいな話があってまあそれについてちょっとディスカッションをさせていただきたいなって思ってます。 はい、時間もないので、ちょっとここの説明はやめようと思いますが、これ、どっかで見たようなドーナツ屋さんですね。江、は、口、い、さん的に言うと、ね、ゲクさんの話、わ <laughs> と我々もそう思ってるんですけども、もこのソーシャルハブっていうのは、ですね新しいサイネージの姿なんじゃないかと、きょお話しした、そのモバイル連携とか、いろいろと考えているうちに、ですね実はあのこれ、連携というか、最初から。 連携してるじゃん <laughs> マルチデバイスに対応してるじゃないですでもっと危ないのがです、ね、これクラウドだからですねいろんなシステム構築費とか報酬費とか全部込み込みじゃんっつっておまけに一か所だったら個人面接使うだったら600円から使えるらしいぜこれって危なくないみたいな実はあってですねでこれについてあのちょっと各それぞれのご意見をお伺いしたいと思うんですけどもちょっと順番から言うとですねどうしようかな。じゃあ菊井さんから <laughs> あ,えー、とありだと思いますよ、もともと企業が持っているコンテンツをどうやって世の中に出していくのかっていうのが、ウェブベースで出していたものがデジタルサイネージにも出せるっていうのが一つのポイントなんだと思うんですで、これはアーカイブ性も高いですし、それの見せ方次第ですけど、ありで、その場合にやっぱりインスタグラムとかピンタレストのようなビジュアルベースのものの方が、親和性が高いんだろうなとは思いますありがとうございます。 順番ですみません、吉田さん、どうお考えですかね、はいあのー、広告では無理だと思いますね、全く無理ですね <laughs>、全然使い物にならないですね、あのー、なんて、ね、言うと、ね、みんな、あともこっち向くからね、行ってみただけなんですけど、あの非常に使いやすい、あのー、将来を担う、あのー、正しいシステムかなと思いますね、ただね、あの現行審査っていう大きな巨大な壁があるんですよいわゆる、いわゆる出したくない情報も管理できるようになってないじゃないですか。 こういういものは当然ね,まあねだからそこがね肝であのこれシステムはいいけどあの非常に費用も安いよねだけど内容を好意的な情報を伝えたいという広告の情報広告のシステムブランド価値を上げるためにやってることから言うと必ずしもそれと合うかどうかっていうのがあの今後試されるところだと思いますねシステムは使えると思いますだから閉じた中で閉じた人たちが、えー、いいことだけ選んで出すような都合のいい 都合の一はおかしいですけどね <laughs>、えー。というので、まあ、そのへがね、あの今後どうなるかっていうのは、ソーシャルを使うときに当たる課題っていうのが常に付きまとうかなというふうには思います、でもシステムはいいねと、うん、以上です。はい、ありがとうございます山尾さん、はいあのまあ、このセッションの冒頭でも、菊井さんから広告の、えー、フレームとインストアの、インストアメディアのフレームって分けてご紹介あったと思います。 であの今、まさに吉田さんがおっしゃる通り純粋な広告プッシュの広告の世界ではなかなかちょっといろいろなハードルがあるんですけどインストアではむしろこれで十分,十分といいますかあのローコストで非常に連携ができるという意味ではとても可能性は大きいです。 であのまあ、もっと言いますと、えー、そもそもコンテンツをその、えー、確保していくって、ものすごく出す側にとってはハードルだったり、手間だったり、お金もかかったりするんですけども、もそもそもコンテンツ自体をソーシャルメディアがで、えー、いわゆるユーザー、インスト,のそのストアのファンの方が勝手にアップしてくれるということで、いろんな意味でメリットが大きいいと思っていますありがとうございます。 ちなみにですね、これあのアメリカだけの話で日本は全然まだまだみたいなうにこうに思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど実はこれ使っているのクランスさんがですね、ちょっと例なんですけどこれだけじゃないですけど実はあの、まあ、私がいるシスコなんかも使ってるんですけど実はソニーさんであったりです、ね、あの名手のパナソニックさんなんかも実は使っててあ、まあ、使い方ちょっとわからないですけどね。 あのまあ多分あの様子を見ながらも雰囲気で多分お使いになっていらっしゃるんですけども実はサイネージをやられてる方々の皆様自身がですね実はこういうものをですねちょっと使い始めてらっしゃるっていう風なでも最後にえっとまあお話をさせていただきたいなっていう感じがします私はこれ結構あの今大佐二さんもいろいろとあの意見いただいてありますの、ね、結構私いけるいけるんじゃないかなあの少なくともですね。 えとここの部分はこのサイネージじゃないなあこっちの方がいいんじゃないかなっていう部分っていうのは私インストアを含めインストア中心に結構いっぱい私もあると思いますまあその辺のこともですね含めてですね今年あのサイネージラボ部会ですねまたいろいろとディスカッションをさせていただいて、えーまあ、この辺の今日今回ですね1日目と3日目いろいろなお話をさせていただいたものを ちょっとあのもう少し立派な形でちょっと世の中に出そうかみたいなことですねちょっと考えさせていただいてますねもしまあそれが出たときは皆さん、ぜひあのお買い求めくださいっていうか無料かな、<laughs> まあそうわ分かりませんけども、はいまあ、そういう形で,です、ね、いろいろと今後もですね、えー、とサイネージラボ会、えー、まあデータサイネージコンソーシアムいろいろと活動させていただきますのでぜひ今後ともよろしくお願いいたします。今日はどうううも長時間あありりががととごござざいいままししたた 以上をもちまして本セッションを終了とさせていただきます。えー、次のセッションは11時25分から11時25分からとなります。